はい、どうも、こんちゃでございますがね、今ね、米沢の市内におります。米沢の市内におりまして、これからこの市を抜けてですね、天元台のスキー場に行こうと思ってるんですが、朝の通勤ダッシュにハマっておりますね。ここ米沢市なんですが、この今町の中なんですよ。やっぱりすごいですね。地方都市だと思って舐めてましたね。思いっきりあの道が朝の通勤ラッシュ渋滞で冷え込んでますね。やっぱり舐めちゃいけないですよね。すごい混んでます。だここまっすぐ行ってですね、ズドンと突き当たって左に曲がって山の方に行くんで、多分ね、市街地を抜けてしまえばね、空いてると思うんですが、市街地の中はめちゃんこ混んでますね。本当にやっぱりですね、この辺はですね、車社会でみんなもう朝通勤通学する人はみんな車ですね。老若男女ね、問わずね、みんな車でございましてね。さっきね、駅の割合近くのホテルに泊まってたんですけど、ビジネスホテルですけどね、ホテルアルファワン米沢ってところに泊まってたんですけど、そっちの方もね、また動画1本出すんでね、ぜひご覧ください。それでですね、すごいいい宿でしたよ。お風呂がね、家族風呂がみたいに個室風呂が7つあるんですよね。で、個室風呂が7つあって、その中でね、1時間自由に使えるっていうね、非常にね、なかなかいい宿でございましたね。ビジネスホテルとしても結構ね、使い勝手のいいホテルですね。まあ、全国チェーンだけのことはあって、しっかりしたホテルだったんですけどね。はい、それで、おっとっとっと、ともかくですね、雪道がですね、すごい、雪道が怖いですね、やっぱね。地元民ではないですから、私はですね、雪国育ちではないので、やっぱりこの雪道っていうのは何度走ってもね、怖いですよね。前の方いっぱい開いちゃいましたね。で、こうどん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 進んでいくっていう感じで、こういうとこバーッとスピード出してね、割合ね、普段だったら行っちゃうんでしょうけど、やっぱり雪道怖いですね。ちっちゃい子がいっぱい歩いてますね。やっぱり小学生はね、車で運転できないですからね。小学生は車運転できないのは、日本全国で。なんかよくわかんない警告が出ましたけどね。スキー場に行くのに冬季通行止めってのはないと思うんで、はい、スキー場で冬季通行止めはないんで、これカーナビがバカしてんのかな、よくわかんないや。カーナビがバカしてんのかもしれないですね。結構あるんですよね、カーナビね。スキー場の方、スキー場ナビってんだけど、時突っ込みに突っ込むっていうのはね、よくあるパターンですよね。カーナビあるある。だからそういうね、値段の高いね、カーナビをね、買いやいいんですけど、なんか合ってんだろうな、ほんと、道な。やだぜ、やだぜ、僕ちゃんは。変なとこでこう、道に迷うのさ。僕ちゃんはそういうのは嫌いなのであります。あれ？あ、これ間違えてんな、明らかにこれ。あ、間違えてますね、これ。あ、間違えてんな、このカーナビのルート。カーナビのルートが間違えていて、かつですね、渋滞に突っ込むというね、こういうのね、不幸中の最悪と言いますね。不幸中の最悪でございますが、もう、うろうろしようと思ったって、全然わかんないんだもん、道が。僕ちゃんは全然道がわかりません。土地勘がございません。米沢の町にはね、何回目だろう、米沢の町来たのって。俺、米沢で泊まったのは、どうだろう、初めてかもしれないですね、もしかしたらね。大抵この辺来た時はね、天童に泊まることが多いんですよね、私はね。ガッサーにスキー場があるじゃないですか。あそこなんで、まあ、鯖江に泊まってもいいんだけど、ガッサーに行く時ね、一番ね、おすすめや、日本海側の方に泊まっちゃう手もあるんですけど、天童がね、結構いいっすよ。あそこに泊まるのがね、ガッサン行くときはいいですね。うわ、もうツルツルに滑ってますね、雪面がね。あ、ほんとツルツルポンみたいな感じで、誰かさんの頭みたいですね。ツルツルポンですね、誰かの、ポコチみたいにテカテカかどうかはよくわかんないですけどね。すごい混んでな、これ間違えたら引き返せないぜ。反対側大渋滞だぜ、道。おいおい、市内に突っ込むってさ、どないすんねん、ポコチンと。ポコチン関係ないですね。どないすんねんで、なんでポコチンが出てくるのか、これはあんま関係ない。怖ほんと怖いですね。もうちょっと時間がね、経つとね、道路がですね、こう、溶けてきてですね、ちょっと安心するんですよね。今日ね、もっと早く出ようと思えば出れたんですよ。
朝ね6時過ぎには起きてたんで、ただやっぱ路面がツルツルが怖かったんでちょっと遅らして渋滞にはまったみたいな、そんな面は当然ございますですね。やっぱりですね、ある程度人の車がガンガン走るとやっぱりこうあの路面をこう押し付けることによってね、また雪が溶けるっていうのもあって、そういった面でもねこう気持ち的に安心するっていうのはございますよね。やっぱり怖いですね、路面はね、まあ、本当怖いですね。これ間違えてますね、ルート早めに曲がった方がいいな。この先曲がっちゃいますか。うん、この先曲がっちゃいましょう。あ、そうですね、正解ですね。あの交通案内表示にね、天元台左って書いてありますよね。猪苗代天元台左って書いてあるんで、まあ、それに従って左に曲がるのが正解ですね。次の信号左に曲がっちゃう。上杉家、なんて読むの、なんか上杉謙信みたいなのオタクがあるとか、なんかそういう上杉ゆかりの地なんですよね、この辺はね。だからこんなクソ寒いね、凍ってる時にねへこへこそんなとこ行くような人間では僕ちゃんございませんので、行かないです。あの気候が、うわーすげー、路面ガタガタでもうカンカン凍ってますね。ちょっとゆっくりゆっくり曲がらないとね、こういうのも危ないですからね。こういうとこつるんと来てね、向こう側の方に突っ込むとか、もうそんなシャレにもならないです。うわすごい渋滞してますね、反対側ね。怖いっすよね、ほんと雪道のツルツルぐらい怖いもんはないですね、車運転してて。自分のね、この進む方向はですね、もう思ってない方に車が進むというね、下手すると勝手にくるくる回り出す。怖いっすよね、雪道。私さえはね、雪道で事故ったことまだ1回もないんですけどね、非常に私は慎重に運転しますからね。慎重でございますね。ほんとね、慎重は短いけどね、運転は慎重でございますね。慎重とは、慎重とは何か、それはポコチンの長さでございますよね。まあそんなことはどうでもよくてですね。怖いですね。カーナビ右ゲッチとかの無視してまっすぐ行きます。一応ですね、新品のスタッドレスで鳴らしももう終わってるっていうから、タイヤの状況としてはですね一番いい状況なんですよね。でしかもですね、この車はですね4駆です。4輪駆動なんで雪道は強いはず。こういう部分とかね、こうやって凍ってて、いろんな車が走った後のこう跡がですね、こう突起になっての残るんですよね。それが結構怖い。あ、前も渋滞してますね。あ、ちょっと渋滞して大丈夫かな。まあいいや、ちょっとずっくり行きましょう。うん、ずっくりもっこりね。まあ今日はどうせ平日なんで空いてると思うんですよね、ゲレンデはね。平日なんでどうせ空いてると思うんで、ゆっくり行きましょう。およそ500m 先、右方向です。天元台まっすぐって出てるんでね、カーナビ無視してひたすらまっすぐ行きたいと思います。多分これずっとまっすぐ行くと天元台だと思うんですよね。なんか、あ、高校生とか歩いてますね。高校生、まあ、高校生の通学ちょっとね、一般にはね、自転車とかね、あと、まあ、18歳になるとか原付バイクとかの方もいらっしゃいますけどね、これでは無理ですね。これではとてもではないですね。無理です。はい、なんか曲がれって言ってますけどね、まあ、結構曲がる車多いですね。何なんですか、なんか抜け道なんですかね、よくわかんないですが、私はねまっすぐ行きますよ、まっすぐ。まっすぐ行ってもあれなんだ、突き当たってどうのこうのの抜け道なんだな、これな、多分な。看板が出てますね。まもなく右方向です。どっちだ、こっちに行くと天元台なんかよくわかんねえ。スカイバレー、こっちなんでしょうね、よくわかんないけど。ほんと天元台はね、何年前かな、20年か30年前に1回で行ったことありますけどね。それは確かね11月でした、覚えてます。スキー場って11月の後半、後ろの方の連休ね、文化の日じゃなくて
後ろの春分の日かな、あの春分の日かなんかのあの連休でしょ、あそこの時にね結構いろんなスキー場が開くんですよね。で6km 先右方向です。でそういうスキー場の中の一つにあのこの天元台が今もそうなんかなあったんですよね。そしてそれで、オープンの日に行ってねすんげー混んでましたね。アホみたいに混んでましたけどね。なんか前方でね、ハザードを出してる車が2台あって、その後ろになんかね、除雪車っぽいトラクターが走ってるっていう構造になってて、なんか起きてるのかな、よくわかんねえや。まさかぶつかってお釈迦ポンってことじゃないよな。そうじゃないですね。なんか作業されてる、なんか作業者です。あ、事故とかでは全然ないですね。単に作業されてるだけですね。何の作業されてるのかわかんないですけど、まあ自分との、はい、除雪作業ですね。あ、除雪作業じゃねえや、選挙だ、選挙の看板立てですね。選挙の看板を立てているということですね。選挙が近いんですね、なんかね。およそ500m 先、右方向です。まもなく右方向です。まもなく右方向ですって、右に行く道なんかねえぞ。右に行く道が一体どこにあるんだよ、ベイベーよ。わかんねえよな。右です。わかんないですね。まあよくわかんないけど、まあ道なりに行ってみましょう。およそ 2km 先、左方向です。これの道で合ってんだろうな、本当な。なんか行けば行くほど不安になってきますよね、こういう道ってね。だって全然車ないじゃないですか。人がいないですからね。だから普通はスキー場に行くときってゆっくり行くときでも早く行くときでもこの車がですねこうついてくるんですよ、自分の。あ、なんか後ろに1台速い車がくっついちゃってますね。なんせ僕はこわごわ今走ってるんで、申し訳ないですね。抜かさせてあげたいですけどいい場所がないですね。こことかはどうだろう、ここ見通しが良いから行けてもちょっと悪いな。ここでハザード出すのはちょっと悪いですね。ここでハザード出すのはちょっと失礼ですね。抜かさせてあげるときもですね、抜かしやすいっていうか抜ける場所で、安全に抜ける場所でねこう退避してあげないと、それはまた後続車にものすごくね失礼な行為なんで、まあ、退避所みたいなのがあればそこに入っちゃうのが一番いいんですけどね。そうでなければやっぱり、まあ、車間を思いっきり開けてきてるんで後ろの車の方は、まあ、そんな早く行けコールっぽい感じではないんだけど、逆にこういう紳士的な車ほどね進路を開けてあげたくなる気持ちっていうのもまたあるわけでございますね。この道で本当に合ってんのかしら。もう最大の不安はそれですよね。この道で本当に目的地に着くんですかみたいな気があって、だからカーナビはそういうふうに言ってるんですけど、途中で冬季閉鎖になってですね、およそ500m 先左方向です。結構ね、間もなく左方向です。こんなところに無意味な赤信号が、こんなところになんで無意味な赤信号がある。左です。先、西あずまスカイバレーって書いてありますね。西あずまスカイバレーですね。こういうとこね危ないですね。本当危ないですね。ゆっくり行きたいと思います。ゆっくり、ここなかなか樹氷がでも綺麗ですよね。樹氷がすごく綺麗。相当ゆっくり走ってんすよ俺。やっぱ怖いんで、なぜならやっぱ不慣れなん、地元じゃないんで不慣れなんでね、怖いんで。後で挨拶してくれましたね。すいませんね、遅くなっちゃってね。あ、この上りがすごいよね。あ、この上りすごいね。こういうところで、まあ、止まっちゃうと普通の車登れなくなっちゃってするよ、ね、およそ 500m 先、左方向です。だ、
大陸ここ下るのは怖いやね、ちょっとね、怖いやね、あーここ下るの怖いな、帰り純粋に思います、ここ下るの怖いですね。すごい最後に上りが待ってましたね、これは怖いな、本当に笛が見えましたね。ここですね、目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は51分です。運転お疲れ様でした。ここですね、ここです。ちょっとここ止まれるとこあるかしら、止められるかな。どうもこんにちは、こんにちは。今日はどこ来てるかっていうとですね、点検台高原スキー場っていうのに来てるんですよね。でここがですね、1階のですね、ロープウェイ乗り場の一番近くの駐車場でございますね。でですね、感じていただきたいのがですね、この秘境感ですよね。すごいこう山の中でね、こう来たなーっていう感じがあるんですよね。でここに、ロープウェイの乗り場があって、今ロープウェイがねこう出発したの1本映したわけなんですけれども、この作りがまたですね素晴らしいんですね。なんとなくこの 木造のねこの作り方とかですね、こういったものがまたすごい秘境感をねこう映し出して、すごくねいいとこ来たなみたいな感じがあるんですよね。でこのロープウェイの上に上がっちゃうと、またこのスキー場のゲレンデなんかがこういろいろあるので、ね、そういったところをいろいろねこれから撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんかねちょっとこの駅待ったような気がしますけど、これは風でですね、この辺の木の枝のですねこの雪がこう舞い降りただけでございまして、要するにね、まあ、樹氷がちょっと舞ってるってことで、この辺はね結構樹氷でも有名でございましてですね、真冬のど真ん中でもですね、スキー目的じゃなくて観光でですね来られる方なんかも結構いらっしゃるということは聞いております。じゃあねちょっとね、ロープウェイのね、方にちょっと移動してみたいと思います。でこれがロープウェイのね駅舎の前景なんですけどね、見た目古墳にですね、木目調になってますけれども、外にこれがあるのがトイレですね。でロープウェイ本体としてこうずっと上にね、避雷針が立っていてというこれ山小屋感がすごくねいい感じですよね。でまあおトイレがあって、でそれでですね、汽車の中にもねトイレがあるみたいなことが書かれてますね。でまあちゃんと更衣室なんかロッカーもですね、コインロッカーなんかもご用意されているというような感じでございますね。そしてまあ地元の旅館ですね、まあこの下に温泉街があるんですけど、その温泉街の案内とねお宿のですねこう電話番号なんかも記載されているということでございます。現代のスキー場にね、この案内なんですが、まあですね、意外とコンパクトのようでひどいです。ちょっとね、コンパクトに見えるんですけど、意外とね、ゲレンデ滑りごたえがあってね、リフトも3本あってね、やろうと思えばね、上から一気に降りていくこともできるというね、上から一気に降りられる。しかもね、この下山コースがあるんですが、下山コースもね、結構長いんですよ。はい。それはね、先ほどのロープウェイのね、長さからなんとなくね、ご想像いただければと思うんですが、はい。そんな感じになっております。あと、ペンション村なんかもあるようですね。これが駅のですね、待合室はこんな感じになってるって感じで、ちょっとだけ映しておきます。小学生がね、大勢です。やってまいりましてですね、なんか小学校の団体がこれからロープウェイに乗るみたいなんでね、しばらく一般客はロープウェイに乗れないみたいなんでね、この付近はちょっとうろうろしてね、いろいろ散策とかしてね、遊んでみたいと思いますね。まあね、急ぐ旅でもないですし、どうせ暇なんでね、まあ1日券は買っちゃったんで、5時間券にしてよかったかなみたいな部分もございますが、まあいいでしょうね。ゆっくりこうやっていきたいと思います。ちょうど今ね、上りと下りのリフトがこう、リフトっていうかロープウェイがすれ違ってね、こう降りてきたところですね。リフト、ともかくロープウェイがね、20本に1本しかないってことなんでね、まあなかなかね、使う方はね、結構大変ですね。まあそれがね、またね、こういうローカルなね、場所のね、いいとこでもありますんで、こうやってのんびりとって、一日過ごしていくのも悪いこっちゃないじゃないですか。下りのロープウェイがね、だんだんゆっくりこちらに近づいてきますね。で、ずっと上には、これが山頂の駅で、上にですね、スキー場があるんですよね。でもちろんこのロープウェイの下もですね、今日は滑って降りてこれるような感じになってるみたいですね。はい、
で下りのロープウェイがね降りてきたわけですが、まだ時間がね10時って早いんでね、当然ね誰も乗ってないガラガラのリフトがねこうやって到着してるわけだから、リフトがロープウェイかここにね、誰も乗ってませんね。一人だけ乗ってるのはこれ車掌さんですね。やっぱ車掌さんはちゃんとね、乗ってるというような感じでございますかね。あ、そしてこう子供がですね、ロープウェイにガガガンと乗ってきてねすごいですね。子供の団体とね勝ち合っちゃうとまたねスキー場が大変なことになってリフト待ちがすごくなったりするので気をつけないといけないですね。平日のね地方のゲレンデでよくあるパターンでございますね。超満員の臨時便ですね。20分に1本本当はねロープウェイは出るんですけれどもね、こうやって団体客なんかが来た時はねこう超満員でねこういろいろ乗せていくみたいなことはねされてるようでございますね。だから、ね、子供がね手振ってくれたんでね手ね振り返しちゃいましたね。ここで撮影してるのはね登録9万人のね YouTuber でございますよ。登録9万人でございますからね、もうすぐ10万人だのね YouTuber が撮影しておりますがね、どうしよう、子供のアップはやっぱり映しちゃダメだよな。まあいいか、どうしようか、また考えましょう。はい、
上のね、あの回すところは本当に素晴らしいですよ。なんかもうどれくらいまで降りてきたんですかね。もう全然ね、その樹氷とかもなくなっちゃっててですね、まあただただ林の中降りてくるというだけですね。もう、もう全然どうも、だるって感じですね。もうほんと疲れてきたな。耐久レースだなこれはな。本当にもうだ嫌なだからさ、まあだけど、どこに着くんだこれは。結構ロープウェイの駅舎の下の方に着きますね。また登らなきゃいけないですね。ちょっと浮世道に到着しましたね。到着しましたが、ですね、あ、滑り込めるような構造にはなってないんですね。いや、これちょっと、なんで下の方にみんな車止めてんだろう。よっしゃ、よいしょ、着きましたね。ですね、私が今ここがですね、下山コースの終点なんですが、お分かりいただけますか、ここ、この奥にこう、ロープウェイが今発着したの見えますかね、まあ、ここにあるわけですよ。だからこれだけの距離なんですよ。これだけの距離で、また登らないといかんということですね。この降りてきた下山コースからね、えっこらえっこらね、上がっていってね、とりあえず駐車場に戻って、なんかね、黒猫ヤマトの車が届きましたがね、なんかチェーンをタイヤチェーン巻いてね、上に上がってったんでね、チェーンの焦げるね、匂いがね、今ね、しましたね。はい、まあ、だからいくらか上がっていかなきゃいかな、歩くでしょうがないですね。それじゃあね、ほら、ロープウェイの乗り場までね、戻ってきてね、でちょっと一休みして、そしてまた今度はもうカメラを置いて、ロープウェイの乗り場まで、ね、戻ってきたんで、で、あとはカメラを置いて、あとはね、地道に、ね、練習をしてから帰りたいと思いますのでね。おい、これ。本当にここの登りが多いゲレンデですね。はい。今ね、リフト乗り場の人が、ロープウェイの駅の人は、まあ、すごい親切で、まあ、要するに、地元民じゃない人が来てるっていうのが分かってるんで、いろいろ親切に声かけてくださってですね、
なんか12時過ぎるとですね、ロープウェイの間隔がですね、30分になるそうです。ですから、今は20分間隔でロープウェイ出てるんですが、次12時、次のロープウェイが12時で、その後は12時半ということで、30分に1本しかね、ロープウェイが出ないということなので、これはですね、ちゃんと時間を見計らってですね、上がらないとですね、めんどくさいことになりますね。まあ、そんなことがあるということなんで、まあ、次、どうしようかな。12時か12時半あたりのロープウェイでね、まあ、上上がってね、あとは、練習とかしてね、それでね、終わりたいと思います。本当に、もう登ってばっかで、このゲレンデはね、いいゲレンデなんだから、本当登りがきついわ。全然ハーハーするんで、ね、高齢者とデブと障害者には向いてないゲレンデだと思います。で、これがね、ロープウェイの駅なんですけど、実はね、こう、ずっと見るとすぐ下にね、こうね、バス停があるんだよね。だから、ここはね、車がない人でもね、バスで来れるっていうんで、ちょっとバス停の方のね、レポートもしてみたいと思います。これがバス停でございましてね、ぐるっと見てね、観光バスが何台も通るんですね。で、この建物がね、ロープウェイの駅舎でございまして、この観光バスは多分ね、中学生、高校生、小学生かな、乗ってきたね、バスだと思いますね。地元の小学校だと思いますけどね、細かいね、文字盤はね、ちょっと映すのやめましょうね。あの文字盤っていうか、どの小学校とか書いてあるんですけど、それはやめます。すごいですね。バス停なんですけど、ちょっとね、雪がすごくてですね、近寄れないんで、こう、こんな感じでですね、本数はですね、1日ですね、2の、4の、6の、8本くらいありますかね。で、バス停が湯本駅前ですね。だから、駅なんですよね。ここ、駅でこうあって、ここにこう乗り場もあると。それで、まあ、トレッキング付き。これなんですかね。天元台の、この、送迎のマイクロバスもどっから出てるんですかね。ちょっとホームページとか見てみればね、わかると思いますので、確認してみてください。ってことですね。こんな感じでぐるっとやってね、ほんと素晴らしい景色がこう、繋がってるというような感じでございます。で、この辺はね、西吾妻、鳥獣保護区って指定されてて、なんかいろんな動物がいっぱいね、いてね、まあ楽しいんだか愉快なんだかね、おっかないんだかよくわかんないみたいな、そんな感じになってるところでね、自然いっぱいの山形の山の中でございますね。素晴らしい場所でございますね。ちなみにですね、このロープウェイからこうずっと上がってきて、あの上にロープウェイの上にゲレンデがあるんですから、そこからですね、下山コースでずっとね、山の中降りてくるコースがあるんですよ。その出口が、ここです。ここに出てくるんですよね、滑ってくると。そしてですね、ここからですね、板を脱いで、上の駐車場に車を止めたらね、上の駐車場ですね、ゴンドラの、ここに、メインの駐車場があるんですけど、ここまでですね、いっこらこの板をね、板担いでここ上がらなきゃいけないということになってます。で、これがロープウェイの、乗り場ですよね。で、ぐるっと回って、下山コースはここに出てくるということになりますね。で、まあ、この辺にも駐車場が実はね、結構あって、最初登ってくるとき、なんでここに皆さん止めてるのかなと思ったんですよね。上に乗り場に駐車場あるのに、ロープウェイの乗り場じゃなくて、なんでここに止めてるのかなと思ったんですけど、要するにここがですね、下山コースの出口なんで、ご存知の方はみんなここに泊めてるとか、この辺が地元民御用達って、こんな感じになってるわけでございますね。はい。そういうことでございますね。僕はてっきりこの上のね、この、こっからね、降りてくるんだとばっか思ってたんですよ。ここにずっと道があるでしょ、下山コースは。この駐車に、ここから降りてくるんだと思ってたんですけど、違ってましたね。ここがロープウェイの乗り場で、ここが駐車場なんですよね。だから普通ここだと思いますよね、下山コースが降りてくるのはね。ここだと思うんですけど、ここじゃないんですね。ちょっと気をつかれてしまったボクちゃんでございます。ね、今ね、12時過ぎなんですけど、これでご飯食べて、それでですね、あとはもう、カメラ全部置いてですね、上のスキー場でいろいろ練習したいと思いますので、こういうことでね、これから上の方に上がって、30分に1本しかね、今の時間ね、12時からはね、30分に1本しかね、ロープウェイがないみたいなんですけど、それで上で上がって、いろいろね、練習していきたいと思います。はい、それでね、感想としてはですね、このスキー場の感想としては、まあそうですね、とにかくですね、上りが多い、階段、リフトの前もね、ちょっとした上りなんですけど、本当、数メートルの上りなんですけどね、リフトの乗りより、乗り場のところにね、こうあったり、あと、上りがあったり、あと、そのロープウェイのところのね、降り場のところからの移動なんかにも、こう、上りがあったり、下山コースからのところに上りがあったり、結構上りが多いんで、上りの苦手な方、おデブちゃんと、高齢者と、障害のある方にはちょっと向かないスキー場なんですが、それを除けばですね、最高のスキー場でございますね。もう、コース幅は広いしね、雪質はいいしね、空いてるしね、最高の、景色はいいし、最高のスキー場でございますので、ね、ぜひともね、特に若い方ね、元気な方はね、一度
人はねお越しいただければよろしいかなと思ってるスキー場でございますね。これでね、帰りたいと思いますね。本当ね今ちょうど3時半ですね。結構いい時間になりましたね。リフトはね、4時まで動いてるんですけどね、まあ路面が凍ると危ないですし、あとすごいね風が強くなってきたんでね、まあそういった面もあるので今日はね終わりにしてね、ミレンガマシクチラチラ滑るのはね危ないですからね、スキーやるのはね、ゆっくり降りたいと思います。本当ね、ものすごいね急な下り坂なんですよ。でまだね凍ってはいないと思うんですが、ゆっくり慎重に降りたいと思いますね。こんな帰り道ですね、もうスリップとかしてですね、おしゃかぽんですね、もう絶対避けなきゃいけないことでございますからね、まあ、それは当然でございますんで、ゆっくりゆっくりね降りていきたいと思います。で問題こっからなんですよね。こっからほらここまではいわゆるロープウェイの会社が除雪したんですけど、ここから先は除雪してないのでね、だからね、この辺はちょっと十分注意してね行かなきゃいけないなと思って、除雪してるか、でも除雪してあるっぽいんで大丈夫。融雪剤は撒いてるかな。あでも融雪剤を、融雪剤撒いた後もありますね。表面の上にねこれ白いつぶつぶがあるのはね融雪剤が撒いてあることなん でこの気温で融雪剤を撒いてあるんであれば、まあ凍ってないかなってのは分かる。だからね暗くなっちゃうとそういうのも見えないんですよ。結局ですねものすごい怖い思いをするということになるんですね。だから本当に、ね、注意して走らないとねダメなんですね。でこういうところはちょっとこう雪が残ってますね。こういうところなんかスッとね凍ったりしてるんで、あんまスピードを出さないようにゆっくりですね、特に対向車が来た時なんかね慎重に走っていくっていうのは当然でございますね。うっかりセンターラインはみ出してしまったとしてもですね、対向車がいなきゃ当然ですね何事もないわけですが、まあ、対向車が来たら正面衝突でおしゃかぽんでね、まあ、スーパーエクストラマウンテッドおしゃかぽんでございますね。このように、ね、交通事故で何が危ないってですね、正面衝突ぐらい危ないものはございませんからね。正面衝突はですね、エネルギーが単純に2倍になるわけですね。速度エネルギーの破壊力が向こうから来たのとこっち来たのとね、2倍になるというね非常に恐ろしいものがございますので、まあ、そういったことは、ね、決して、ね、避けなきゃいかんということは大体降りてきましたね。大体こう大変なちょっと下りですけど、こういう微妙な下りも結構怖いっちゃ怖いんですよね。でもだいぶ大丈夫ですね。今サードで走ってるんですけど、ドライブに戻したいと思いますね。これでドライブに戻して、あとはまあ普通に走ってりゃ、まあ米沢の町に入りゃまあねっていう感じですかね。であとは高速道路乗ってどうしようかな、どこ行こうかな今度はな、まだちょっとねこれからゆっくり考えたいと思いますけどね。まあ今日はところはこんなところで終わりですかね。なんか今日はねゲレンデにねこのね、中学生と高校生の人がいっぱいねいてですね、すごかったですね。高校生はやっぱり飛ばすね、飛ばして結構ね高校生同士のね衝突を見ましたね。やっぱ高校生は無謀で歩くことが、まあ若いからしょうがないんですよね。怖さ知らずっていうのはね、ガーンってこうね高校生同士が結構衝突とかしてね、うん、でお互いねまあ同じ高校の仲間ですから、ごめんごめんとお互いね言い合って謝り合って、いやごめん、あごめんとか言って、ごめんごめんってね、ゲレンデそこら中でごめんごめんでごめん状態みたいな、そんなね、微笑ましいんだか危なっかしいんだかよくわかんないようなね、まあゲレンデの状況でございましたがね、いやすごかったね本当にね。